37歳 YouTuber 水野ゆうかです。今日は1000円くらいのリップコスメをお届けします。ゆうかチャンネル始まるよったら始まるよ。今は何もつけてない状態の唇がこんな感じです。顔色やばいですね。ちょっと年齢がちょっと分かっちゃう感じなんで恥ずかしいです。はい、でこれをまずは一番薄めにつく使いやすいこれから紹介します。これは普通のリップスティックですね。メンソレータムリップ PO 色付きのリップです。本当に口がこうなんていうんですかね、潤うし、普通に誰でも使いやすいとこでも売ってるやつなんですけど、パンパってしてこんな感じでほんのり色づきます。なんだろう、塗り心地もかなり柔らかいし、あとは繰り出し式なので一回出したら戻りません。これがすっごい注意しなきゃいけないところです。でもグロスよりもすごい軽いというか、潤いがとにかくすごいのでいい感じになります。ツヤツヤになります。で自然、わかります、こんな感じに仕上がります。次に紹介したいのはこれです。サナエクセルリップカラー LL02。 これは950円って書いてありますね。これは繰り出し式のリップライナーなんですけど、リップライナーの方が色落ちはしづらいです。すっごい有名なメイクアップアーティストのピカコさんがおすすめしてたですけど、リップライナーで引くと色落ちがしづらいのでとってもおすすめだそうです。これはナチュラルなちょっとオレンジベージュ、お仕事とか打ち合わせとかちょっと知的に見せたい時におすすめです。では塗ってみます。こんな感じです。わかりますでしょうか。ほとんど地の色がちょっと血色良くなったなっていう感じです。でもそうですね、会社とかあとはちょっと目上の人、例えば彼の両親とかに会うときはもうこういうのが絶対にいいです。あまりキラキラとか濃い色塗ってると、あ、こいつはちょっとケバいなって思われてしまうので、皆さん気をつけてくださいね。そこすごい重要なんで本当に。じゃあ次も紹介していきます。次はキャンメイクのリップシロップ04。すごい人気のリップティントシロップです。グロスみたいなこの形状になってます。スパチュラみたいな感じになってますけど、塗ります。柔らかいテクスチャーなのでとっても塗りやすいです。あとあれですね、ちょっと平たいんですね、このブラシが。だからすごい塗りやすいんですけど、色が結構しっかりつきます。ボリュームが、はい、結構出て色もちゃんとしっかりつきます。これを1日何回かこうお化粧直しで塗っていくと、じわりじわりってこう口の色が明るくなるので結構いいですね。ママには何回も塗り直せないのでとっても便利です。しかも多分700円ぐらいで買ったと思います。どこでも売ってますよね、キャンメイク。おすすめです。次はジュンジュワーっとした色っぽメイクに使えるオペラのリップグロス。ちょっとこれ品番、あ、ここにあった、オペラのシアーリップカラー101レッド。はい、見えますか。はい、これはリップ型になってて、なんかリップグロスをそのまま固めましたみたいな感じで、すっごく柔らかいので夏場はちょっと溶けるので秋から春先向けです。これは塗ってみますね。なんか赤って結構流行ってますけど、どぎつい赤って日本人はあんまりやっぱ向かないというか難しいですよね。でもこれはジュンジュワーみたいな赤なんです。わかります？そんなに嫌な感じはしません。で、伸びもいいのでパンパってやっちゃいます。アットコスメで多分ナンバーワンとか取ってる超人気の色なんですけど、赤リップちょっとやってみたいなぐらいの初心者に本当におすすめです。お値段もまあいい感じです。でもここに書いてあります、非常に柔らかいので 1,2 ミリだけ出しすぎると戻りません。これ本当に気をつけてください。ぐちゃってこう中でボロボロになった経験があります。これは3本ぐらい買ってるぐらいリピートしてます。おすすめです。じゃあ次のアイテムを紹介します。またまたキャンメイクです。キャンメイクリップティントジャム01です。一時期赤リップをずっと探してですね、さっきのオペラとキャンメイク両方買ってみた時に使ってみました。リップティントジャムはですね、ちょっと色っぽいですね。マットというか潤いはないです。ですけど色持ちがいいです。なのでちょっと長めに外
外出するときに朝塗るとか、そういうのが向いてますね。ただ乾燥しやすい人はちょっとこうムラになるので、そこは気をつけてほしいです。こっちがジャムで、こっちがシロップ、全然違うのでここ間違えないでください。パッケージがだいぶ違います。あの透明のとちゃんと色がついてるのあります。個人的に言うかはシロップの方が好きです。この今は5点がすごいおすすめです。でこの中でも一回これをブログで男性受けはどうなんだろうっていうのでリサーチしたんですけれども、意外と男性受けが一番良かったのはメンソレータムのリップスティックでした。やっぱり派手な色が好きじゃないのと、なんかこうキスした時にベチョってなるのが嫌だみたいな意見が多くてですね、あと自分に色つくのも嫌だって言ってましたね。なのでリップを直すのはいいけど、こうあんまりなんか食べ物とか食べた後にこう口紅とか塗ってんの嫌だなって言ってましたね。で私の好きなのはこれです。キャンメイクのリップティントシロップ04。これの赤バージョンも好きなんですけど、春は04番がおすすめです。ちなみにこれはこのアネアゲハ3月号の最新号の方で載ってないですけど、これで使ってるグロスになります。こんな感じでいい感じですね。はい、なんで春色なのでぜひみんないろいろ試してくださいね。皆さん参考になりましたでしょうか。今日の動画良かったなって思ったらチャンネル登録かグッドボタン、こちらの方をよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。